ベヌスティアーノ・カランサ・ガルサは、メキシコ革命の指導者のうちの一人、メキシコ大統領。彼の大統領職中に、現在のメキシコ憲法が起草された。カランサは、コアビラシークアトロ、支援ガスの農場で、畜産業を営む、中流家庭の15人兄弟の11番目として、生まれた。彼の父親、ヘスス・カランサは、ベニート・フアレス政権下の陸軍大佐で、 フアレスの自由党の支持者だった。彼は、サルティオのアテネオフエンテ高校で学び、1874年には、メキシコシティのエスクエラナシをなるプリパラトリアに入学し、法律学と経済学を学んだが、目の病気がもとで、その後帰郷し、父親の農場で働いた。1887年に、クアトロシエンガスの市長に就任、1908年には、 コアウィラ州の知事代行となる。カランサはポルフィリオ・ディアス大統領の独裁に反対するフランシスコ・マデロの支持者で1911年10月の大統領選挙でマデロが大統領に就任するとカランサは国防省に任命された。軍司令官ビクトリアーノ・ウェルタによる1913年2月のクーデターに対してカランサは反革命勢力だとと 五憲主義を掲げ対抗した。彼を第一統領とする五憲軍が結成され、カランサは10月24日にソノラ州で臨時政府の樹立を発表した。戦況は五憲軍有利に展開し、1914年3月には国土の4分の3を制圧。7月14日にウェルタは退陣し、スペインに亡命した。カランサは暫定大統領に就任。 8月15日に、アルバロ・オブレゴン式下の部隊と共にメキシコシティに入りするが、規制の体制を維持しようと、旧支配送との妥協を図ったカランサに対し、革命勢力は反発する。10月に、革命軍の代表者によるアグ・アスカリエンテス会議が開催され、エウナリオ・グティエレスが、臨時大統領に指名され、カランサに対し権力上との最後通告を行うが、カランサはこれに反発。 オブレゴンはカランサを支持し、ベラクルスを拠点としてパンチを、ビリアやエミリアーノ・サパタに対し反撃を行った。ビリア率いる北部軍は12月に国土を制圧するが、オブレゴン軍はよく統制が取れており、国軍のほとんどを吸収。1915年1月にサパタ派は敗走し、メキシコシティがオブレゴン軍の手に落ちる。オブレゴン軍は1915年の4月に、 グアナハト州セラヤで、ビリア軍と激突、正規軍である、オブレゴン軍に対しビリア軍は、ならず者の,の集まりでなすすべなく、大敗、チワワ州に敗走しゲリラ戦を行うようになる。7月に全土を、ほぼ平定したカランサは大統領に就任した。10月には、アメリカ合衆国も、カランサを承認した。彼は、司法部門を独立させ権力の分散を図り、 エヒード制度のもとに農地改革を導入した。カランサはメキシコの歴史上で偉大な知性と広い知識を持った人物で彼のがっしりした体格と丸眼鏡、大きな灰色のアのひげグワジヒ深い理想的父親像を与えた。1916年2月にカランサは憲法草案を交付、翌年2月5日に新憲法が成立。 オブレゴンはこの憲法制定手続きに不満を表明し、国防省を辞任、政界を引退した。1917年3月11日にカランサは、新憲法下の初代大統領に選出された。投票結果はカランサが797,305票、パブロ・ゴンサレスが11,615票、オブレゴンが4008票であった。カランサは5月に大統領に就任。 メキシコ革命は収束に向かった1919 19年4月にサパタがカランサの資格により暗殺。労働者勢力はカランサへの対抗のためオブレゴンに協力を求め、オブレゴンはこれを受け6月に立憲自由党から次期大統領選への立候補を表明する。憲法は大統領の再選を禁止していたため、カランサは自分の後継としてイグナシオ・ボニージャスを指名。 オニラスは、マサチューセッツ工科大学を卒業し、中米大使を経験したインテリだったがスペイン語が話せなかった。ルイス・モロネスの指導する労働者地域連合を母体とした労働党、国民共同党、床単社会党がオブレゴンを支持したが、翌年1月にカランサは、オブレゴンを逮捕しようとし、オブレゴンは、そのラ州に逃亡した。3月になると、 反ボニラス活動が激化し、鉄道労働組合は、サボタージュによりボニラスの遊説列車を脱線させるなど、妨害活動を行ったがカランサはこれに対し、強圧策で対応、労働者を逮捕、殺害した。カランサは、労働組合の葬儀鎮圧を口実に、ソノラ州に軍を派遣し、これに対しソノラ州知事アドルフォ・デラウエルタが、ソノラ独立共和国を宣言する。 そのラ州の立憲自由軍はカランサに対して戦線布告。国内は再び内戦状態となり、ビラ、サパダ派も立憲自由軍を支援した。立憲自由軍は5月にメキシコシティに侵攻。カランサはベラクルスで臨時政府の樹立を試み特別列車に資産を積み込み逃亡するが5月21日プエブラ州のトラスカラントン語で同地の有力者。 ロドルフォ・エレーロの騙し討ちに遭い、就寝中に暗殺された。オブレゴンは、エレーロの行為を非難し、彼を裁判にかけた。1981年に発行された100ペソ紙幣に、肖像が使用されていた。ありがとうございます。